こうお互いにこの足を締めながら、これから来た時にこうかける。はい、かけてください。はい、そう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 。そういう感じ。お互いにこうね、この、これの練習。ここを締めながら、ね。これやるんだよ。締めて、この、これを返すとね、相手がグッと押してくれたら、ね、お互いにこうやって。そう。で、これに相手が来たら、ガーッと引っ張った。下っ腹力。だから、力でこう押し合いじゃなしに、脇をしっかり締めて、これの練習ですからね、これは。このまっすぐ行くのにこうやられる。体を押させないから。ね。こうなのか、こうなのか、もしくはこうなのか、かっこいいとかね。で、それから、かけ手があり、祈祷がある、グラブ、回し、いろいろ変わっていく。ね。だからそれがしっかりできないと、回し受けもできない、こう来た。これは、例えば裏受けやるでしょ。こう回していくと。これからね。で、これがただこう回すんだったら、こうやる。ね。この裏向きをしっかりバーッと。で、その時に、こっちの手は、まあ動作としてはこうなんだけど、これはしっかり掴まないと。ね。ということは、あえてこうして、あえて手を引いてごらん。引いたら、握りになるの。だから、こう受けた場合、こう来た、ここまで来たら、もう裏向き。ね。そして、こう大きく開く。まず、この向き、回し向きをしっかり。ね、ほら、相手が引かれた。で、こうやってこう上げないとね、これを、まあ、はい、ね、まあ、仮に上段の上段の上段。いやーってこう、これは基本の動作で、実際はもう、はい、同時に、ね、もう同時に、そうじゃなくて、1、2じゃ遅い。うんこじっと待ってるわけだよ。もう次、パーッとやろう。だから、肩抜いてると、向こうも見、パーッとね。だから、こっち見えてる。肩抜くね。で、外を受ける。部屋の技の前に、こう、こうなって、外を受ける。ね。内受けだったら、はい、こうなってる。ね。外の前だったら、こう引かないでしょ、この手は。引くと、相手がついてる。ね、でこう来たら、パラッと押さえない。変化だからね。だから、教えたって言われて、この足があって、ね、受けたら、ずるずる、これが。ね。相手の手を引き寄せて、防ぐ。だから、冗談。心とね、このね、相手中段。こう、相手の、はい、では、ダメでしょうか。パン！これじゃん。ね。反動つく、パン！冗談でしょうか。まあ、これは、きれいだ。ね。で、今のところは、これやったら、ね。で、つく方は、はい、冗談。そう。これやってる。パン、パン！ね。やって、はい、10代。皆さん、こうやってから、必ず寄り足するでしょ。伏せになってるんだから。ね。というのは、まあ、仮に他の、この場合でも、ポッと入るでしょ。こう入る動作でじゃ、もう遅いわけ。ということは、こうやって、このまま行けばいいのに、こうやって、わざわざこうやって。今の場合でも、どう受けてか、こうやる。これはもう、そのまま、ね、これって早くないで、じゃん、じゃんじゃん遅い、寄り足がね、それはもう必ずまたこう握るっていう癖になってるから、開いたら、両方を使うっていうこと、それともう、パッといった反動的にいかんと、1、2、じゃん、ね、必ず自分がパパッとすぐ入るって言ったら、こう、ついてきますね。だから、これから、このかけて、まあ、これは中段の場合はかける。これは、このまま、こう回していく。あんまり、だから、オーバーにこうやると、この手がこう入っていく。こういうふうにかける。ね。
自分の中心線からこう持ってこれをこうやってこう、あまりオーバーにこう持ってこない。ではこういうね、それをやります。でまああのセンサーのこれが中断。これもここでこうやったんじゃこれが効かないね。もう少ししたいの。邪魔だ。グリー、はい。パン。ここまで。まず、はい。落とす。はい。グリー受け。パン。これは両方回っていく。ね。ここは中段。だから仮に、まあ、今の動作だったら、これからこうやってるでしょ。クラブ、これでもいいわけじゃない。まあ、今の場合は、このグリー受けを練習するために、はい。こうやってるんだって。実際はこれからこう来たらすぐこれも入る。ね。それでもいいわけ。まずこれを正確に覚えてる。ね。これを振り受ける。だからこれをオーバーにこう開いてはいけないし。これはまあ冗談を聞いて。固定受けがあるでしょ。固定受けね。まあ、こう出てきた。こう。こう。これと同じこと。ただこれにこう。手がカーブ。固定受けの場合は、こう入ってる。ね。で、足の立ち方が違う。ね。同じ固定受けでも。これだったら、まあ、受けだけだと攻撃できない。こうしたら、これと同時にこれ。これも1、2じゃない。じゃ同時にやる。ね。相手の受けでしょ。それからいろんな技。それから内側の場合は、こう受けたら、これじゃ遅いから、回り足が、ね、パッと当てる。ね、同時に当てる。1、2じゃもうこれがつきやる。ね。こう入ってくるね。今度反対に行ったらこう。こう回さない。こう回ったらこう。入ってこう回ってくるでしょ。下へ下へ。こう。こう。必ず。ね、上手じゃない。はい。これは声ね。これはもうこういうよ。で、相手の作りはこういう。これこうしてこう、うわーっと締めてって。これから。これはまあこうこうな。だからただこれだけじゃあまり効果ないでしょ。ね。それでやっとこれを絞るように相手に。これはね、まああんまり痛めないようにね、まあ容量だけちょっとやってみて、はい、これ絞るとね、だから肩でもこれ、やーっと、まあちょっと分かりやすい、こうついてくるでしょ、この時にこう開いた動作でね、こっち、こう、今のこれと同じこと、まあこれは陸地から言えば。こうやった場合に、これはこっちで押さえて、パンッとこうやると、関節でしょ。これは、肩は、このまま、実際は、当てて、こう、決める。ね。こういうふうに相手が逆になるけど、こうして。で、相手が外しに来たら、こっちの手を早くこう回さないと。遅かったら相手にやられそうなんですよね。だから、早く。はい。ね。で、取られたのは、今は、早く。で、こういうふうに逆にはまってしまえば、もう、こっちは動きできないから、それ前に、こう押さえる。ね。
だから取られた時は早くそれをやる、押さえる、ね、こう決まってしまうともうどうにも動き取れないでしょ、逆に。その前にクロスを下げる、そっと、そっと。じゃあ今度は、はい、逆に取る方が相手がこう外しに来た場合、今度は逆に。締める、そうするとこれが効かないと、ね、だから両面からこれは取られた場合と取る場合両方の技が両面消すことです。どうぞ、自分が取る場合はこうする、取られたらこうする、ね、まあ肩の物件としてはこう相手が外しに行ったらね、しかし取る方としたら相手がまずこうなったらもうダメだから、その前にこの締めると、それこれこの前先これはこれで、そうそれからこれになって、そうしたらもうゴールができる、やる前にそうそうそうですね、そう、だから自分の取られるぐらい、はい、相手がこう来たらすぐを締めるとこれができる、ね、両面から考えるね、はい、やってみよう、ここで止まったんで相手にまずつかなきゃいけないね、だから、はい、向こうやる、ついてそうね、届かないと、これだったら相手に向こうやる、パンッ
だからそこは素早くなるからね。取る方もじーっとこんなことしてない。これはもうこう来たらすぐ。これはどうですかね。それを行くまでに回らない。だからこう来て、はい、取ってください。これはもうわざわざ回してるからね。この、はい、この場合は、押す場合と引く場合だからね。どっちか。だからいろいろ同じ持ち方でもただ単にこう使って優しくやる。いっぺん掴んだら大変何かを聞かされる。そこは空手の技なの。同じ持つね。でここをこうしたらもうこれでしまった。これがね。今の場合は。もうこれはラズベのこのままだね。この巻き締めるぐらいね。なんこれだ。これだけ。ね。あとこれも。で伸びきってるときはこれ受け相手に効くわけね。ということは関節に弱い。こう曲がってるときはこれが上がってくる。このときはこれこう曲がる。だから同じこう取り合いでも相手に負けるのね、下からずっとも一緒ね。これ、はい。普通はまあこういう払いね。でこれは足からやると、はい。これはこうしてこう押さえてるの、はい。まあ、こういうの。これを今度は、はい。どういうこれと。これは受けと同時に1位、2位になるね、これだけそれからこれはそれともう一つはい、こう入ったらこのからここへで、投げる場合はこう入ったら、カッと。
こう握ってはいけない、このままこう要するに固定で上げてこう受けてこうするのと一緒ですね。ここでこう掴まない、こう受けたらこう回していく蹴り、それとやっぱこのこっちが弱い、まっすぐ引かない、斜めに、ここでこう掴まない、片手でこう寄せる、それと回して蹴る、で今度はこう回しながら相手がこれに抵抗してちょっとこう引いていく場合はこの手、こっちが、ね